これ多分世界初ですよ、見たの。もうバグじゃないです、仕様ですよ。そしてバグハラ楽しんでるこれ。バグハラなんかいいね。このイベントはどこでも、あ、ここでやるとあのピラミッド綺麗に出んじゃない、綺麗に出んじゃないって言ってましょう。綺麗な色になりますよ、違和感ないですよ。ほらピラミッド出た。んだからこれは今ルビスがいなくなってる状態だよね。でまたルビスに戻る、ちゃんとこれだからまたあれでしょ、砂地に戻るでしょ。ほらね、これすごいなと思ってんだよ。どうやって判定してんだかわかんないけど、いやーまだありますね。いやこの系ひょっとしたらあるかもしんないね、他のアイテムでも。フィールドを見てないっていうの、ちょっと探りますかこれ。他にもだってアイテムでさ、こういったあの街中とか塔とかああいうところで起こるイベントとかあるじゃん。これ何個か多分あるよねこういうイベントね。よしよし、ついでにバグハラついでに探りましょう。何があんの、例えば。魔法の玉、魔法の玉ってなんだ、ちょっと待てよ、このちょっと待てよ、今一回すごいいい状態だからこのまま行きましょう。このまま一回これセーブかまそう、一応かセーブしとこうね、一応セーブ、あここまで行かなくても酒場でセーブした方が早かったのかな。まあ いや今結構一応大事に行こう、このせっかく作ったこのステータスを、もったいないから。はいはい、いきます。あそうか、魔法の玉何番、57 57 57 57。よし、そんでもう魔法の玉がどこで使えるかわかんないから、もうねいい方法思いつきました。僕はこれさ、魔法の玉を使った、使うで、ちょっと待って、これ必ずこうやってフィールドで使うん、あじゃないよね、街中で使うんだよね魔法の玉ね多分。まあいいよ、使ったところで絶対にそのまたレイヌってマップ番号を見るはずですから、そこでブレイクかけましょう。はい、来ました、もう分かっちゃった。 A0 というマップで起こります魔法の玉は、なんだか知らんけど。よし、だからここでザザしたら、まあこれはいいや、ここでは使えないになるね、これちゃんと判定してますよ。これザザした瞬間に止めますから、またで A0 行きましょう。もうこっから先 A0 です、いきなり A0 に飛ばします。はい、来ました。よし、エンカウントはしません。クリップ確認完了しました。どこで起こんだっけ、あなんとなく覚えてるぞ、ここここでしょ、ここで使うんでしょ、一回使ってみる、まあ、すぐ来れるからね、もうすぐ来れるってのは分かったから、魔法の玉使う。こんなエフェクトを組んだんですね。覚えてないけど。ほう、ここでなんかどっかに行くんだね、この先ね。でもあんまり余計なことはしない。で、これ一回、あれどうなんだ、一回行くと、上に行くと、あ、上でもいいや、下でいいや。あ、どっちでもいいんだけど。
あれかな、今の壁は崩れたまんまになるんですか。なるよね、さすがにね。あ、外出ちゃった。お、ちゃんとしたとこに出た。なんだろう、出口が2つあんのかな、ここ。だからフィールドの座標をちゃんと指定してんのかもわかんない。じゃあいいや、もう一回行きましょう。 A0、 あの場所まで行って外に出る。はい、はいはい、ザザしたらブレークポイント。はい、 A0 行きますよ。んで、ここの前で、いや、これ結構すごい大規模なエフェクトだったから、あれだな、外で使えたらまずいな。リレミと、あ、MP、MP 増やしてセーブしてなかった。何だったっけ ?7 だった。よし、行きます。気を取り直していきます。リレミといきます。出ました。さあ、弾持ってないし、弾いくつだったっけ、57。はい、いきますよ。なんかスムースにいかないよな、本当に。いきますよ、使う。お、ここ、これはちゃんと見てんの。え、ちょっとプログラム行きましょうよ。どうなってんのか。え？使う。お！ここまでも来ない。今、マップ番号が合ってるかどうかのとこでね、ブレイクポイントをずっとさっきからかけてね、やってんですけど、そこまでも来ない。ってことは、その前に弾かれてる？え、じゃあフィールドかどうか見てるってこと？フィールドなん、どこだっけ？2F、 フィールドの番号を見たらブレイクポイント。あ、ちょっと多いな。一回ここでフィールドの番号を、フィールドか街中か見たら、あ、まだ違うな。ここじゃない、道具使わなきゃなんない。ここでまだ使うで止まるか。ここじゃない、もう一個。あ、来た。あ、見てる。フィールドかどうか、この魔法の弾はちゃんと判定してる。すごい、偉い俺。てか当たり前なんだけど、これやんなきゃいけないんだけど、ここはちゃんとやってんだよ、魔法の弾は。魔法の弾ちょっと、いや、ちな、いや、これちゃんと弾かれてますからね、使えないようになってるんですよ。フィールドとか街中かっていうか、まあダンジョンなんかだったけど、見てるんですけど、ちょっとここでもしも魔法の弾使ったらどうなるのか見てみたくない。さっきのエフェクト起こんのかどうか。趣旨とは違うけどね、もうバグハラついでに、もうこれを、ちょっと待ってよ。これで、こうすると、こうすると怒りますよ。イベントが、エフェクトが、フィールド上で。さあ、どうなるのか。行きましょう。あ、ちょっと待っちゃったから。ブレイクポイント一旦解除して。はい。おおおこうなりました。これレアでしょ。もうなんか全然趣旨と違うようになってきちゃったけど、これ多分世界初ですよ、見たの。魔法の弾フィールドで使ったの初めてですから、今皆さん歴史の証人になりました。魔法の弾をフィールドで使うとこうなるっていうね。だんだん違うことになってきちゃったけど、まあいいね。次、魔法の弾はちゃんとやってるということで、次行きましょう。次なんかやってそうなアイテムってなんだろうな。時間どうなってる、もうなんか結構やってっけど今日も。
目覚めの粉？目覚めの粉ってなんだろう。目覚めの粉いけそうな気がするな。目覚めの粉いきましょう。一旦ザザする？一旦なんかずれちゃってるけど、まあいいか。どっか2回行けるとこだったっけ、こっから。あ、ちょっとなんかいろいろセーブしてきて、なんだっけさっき MP 増やしとこう。で、目覚めの粉も持たしちゃおう。目覚めの粉は 5C 目覚めの粉で合ってる。よし、じゃあちょっとこれでセーブしとこう。一回王様に会って。いやすごいね、爆発起こりましたね、フィールド上で。出てきたあのチップはもう当然めちゃくちゃでしたけど。ほなんかひょっとしてバグハラ楽しんでる俺。バグハラなんかいいね。僕もあのバグハラなんだっけ相談室、全国のプログラマーの皆さん申し訳ないですけど、やめますね。辞任します。あ、間違えてた。いいんだっけ、どこだ、どこでもいいんだよ。2階に行けりゃここから行く。あ、違う、まず使うんだよ。目覚めの粉使う。よし、ここで絶対にまた例によってもうマップ番号を見るはずですから、使ったところでブレイク来ました。 B ですね、マップ番号 B。 B で使います。 0B 目ザめ。よし、じゃあマップ番号 B 行ってみましょう。ちなみにここではもうこれ何も起こらなかったでしょ。目覚めのこと粉ってなんだっけ。しかもよし、この階段から直接目覚めの粉に行きましょう。目覚めの粉じゃない、どっかのそのマップに。よし、 B に飛ばします。はい、ほう、どここれ、あれ、あー、そっかー、びっくりして、バグってんのかと思ってパターンチェンジしないから、この人たち。グーグー、そうそう、寝てるんですよね。だからここで目覚めの粉を使うわけですよ。ちょっと一回使ってみましょうか、どうなるのか。はい、おお、グーグーじゃなくなる。お、動き始めた。よし、そういうことね。で、これを、これはこのマップのどこでも使えたはずだから、これでやりましょう。じゃあ例によって、いや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 、はい、で B に書き換えます。 B に書き換えて、で、これでマップ番号 B だよね。道具持ってるよね。よし、こっから。あ、そうか、このマップでどこでもいいのか。リレミトとかする必要ないのか。しなくてもいいってこと。リレミトじゃ出れない。なんで出ればいいの？普通に出ればいいの？普通に出ればいいのか。外に。座標関係ないんだから。このままマップ番号まだ残ったままだから、このまま出てここで使うんだよ。出た瞬間、別にまあどこでもいいんですよ、多分ここでもいいし。さあどうなるか。いきます。はい、使えちゃった。使えちゃったよ。使えちゃった。ちょっと待って、これで今ちょうどザザした瞬間ですから、 B だっけ、 B に行きましょう。これ、ここ、あー、出ちゃった。あ、ダメか、ダメだ、ちょっと待って、今目覚めの粉使ってますから、
本当にあの町に行ってみんなが起きてるかどうか確認しましょう。起きてるよ起きてるよ起きてるよ。バグ出ました。バグ出ました。目覚めの粉バグ出ました。30何年ぶりにバグ発覚しました。これでもこれは結構起こりやすいよね。ここでなんかでもみんなここで使うか使わずに外に出て外でね、まあ、どっか次のマップ、あの街中のマップに入るまでの間のフィールド上どこでも使えるわけですから、その間に使うっていう行為を、まあ、しないのかもしれないですけど、したらこうなります。でもまあフィールドでこれ使用ですね。この別に他のほらマップでね、あの街中で使って起こるわけじゃなくてフィールド上ですから別にいいんじゃないですか。これこれバグじゃないです、塩ですよ。塩。ちなみにじゃあちょっとプログラムもう一回見ときましょうか。どういうプログラム、あ、なくなっちゃった、なくなっちゃうんだ。何番だったっけ、 5C。 一回使うとなくなるのか。よし、ちなみにプログラムはどうなってたか。うん、マップ番号しか見てないです。 B ん78ってマップでも使えるってなってるな。78ってどこ、なんかこのマップにあれかな、2階とか地下とかがあるってこと。あ、あるじゃん、そこに。これ行った上が78じゃない、78じゃない？どこだっけ ?8B。あ、78。そうだ。知ってました、皆さん。これ、まあ、あの、ここでも使えるんですよ。あ、ここに人いる。この人たちも寝てるのか。だから、ここでも使えるんですよ。2階でも使えますよ。ま、目覚めの粉は。はい。すごい。すごい、いろいろわかるな。いやー、次、やるか。もうちょっと。続き。なんか使えそうなやつ。王の手紙、王の手紙行きましょう。王の手紙何番、 5D 何をやってんだろう。 5D よし、王の手紙、王の手紙、ちなみにこれ使うと何、おお、ノルド、どこにいんだ、ノルドの前で使うんだな。そうでしょう、違うの。はい、どのマップで使うのか見ちゃいましょう。あれ、あ、来た 2F。 ちょっと待って、王の手紙 2F でいいよね。 2F というマップで使うんでしょ。もうちょうどそこザザスできるから、ザザした瞬間飛びます、はい、2F に行きます。いいのかな、こんなことやってて。いいのかな、まただんだん、お、ダンジョンか、ダンジョンだったのか。いるの、こんなとこに、あの人、そのなんだっけ、ノルドだっけ、どこで使うの、ノルドがいるのか、ノルドの前じゃないの、お、いない、お、あ、なんかいそうな雰囲気、いそうな雰囲気絶対いる。あ、痛い。ここでちょっと話してみようか。お、いたよ。出て行きなされ、先屋の宝箱開ける、また余計なことしない方がいいかな。だってこれノルドンチだもんね。ノルドンチ、ノルドンが見てる前でさすがに宝箱ゴソゴソ開けられないよね。じゃあいい、いいでしょう。ここで使うんじゃないの、王の手紙。いいよね、使っちゃっていいよね、使っちゃっていいよね。よし、
お、今日また2回目来ました。あ、ちょっとなんか今見てなかったけど何だったの？今目をちょっと目を離した隙にノルドがどっか行っちゃった。あれ？あ、いたいたいた。何？お？おお。またこれはこれなんかフィールドで起こるとまたよからぬことが起こりそうなイベントだな。ここから先行けんのか、なんかどっかつながってんだな、これな。ここから先はもうあのネタバレになるから やらないですけど、十分なんか断片的にネタバレしてるかもしれないですけど、断片的だからね、わかんないもんね。なんつうの、あのほら映画でもさ、予告編みたいなあるじゃん、ここぞというところをさ、ダブローとかもなんかね、あのやるでしょ。だそれみたいなもんだ、予告編みたいなもんだ。これ見てみんなドラクエ3やりたいと思うわけだから、いいよね。本当に怒られちゃうかな。なんだっけ、あ、そうそう、で、もう一回、あ、これもうイベント発動しちゃったからな、元に戻ってザザして、あ、そっか、リセットか、ちょっとフラグわかんないからリセットだな。でももう場所わかってますから、ノルドのいる 2F だったよね、 2F。怒られちゃうから。2F に行きます。でもやめらんないっていう。本当に。よし。で、場所はもういいね。あそこの脇だよね。ノルドの脇。あ、違う違う。あ、違う違う。ちょっとパッドの調子。パッドのこのゴムパッドを秋葉原に買いに行かなきゃいけないんですけど、秋葉原行きゃ売ってんじゃないか、どこで売ってるか分かんないんだけど、うろうろしてれば売ってんじゃないか。よし、そんでまた例によってここに来る。でこっから呪文で脱出する。脱出した。さあここで使う、あ、ない、なんだっけ、5D。 もう一回気を取り直して、ここで使いますよ。いいですか、はい。おお、ここちゃんとしてるじゃん、ここはちゃんとしてる。これ見てんのか、じゃあ本当に見てるかどうか確認する。これいけるかもわかんない。ちょっとやってみよう。これなんだこれ。いやー、いつでも新鮮な気持ちでいられるドラクエ3はすごいですね、本当に。外で使うんでしょ。